ウルトラスポーツご覧の皆様、コニアでございます。いや、今日は大変申し訳ありません。もうほぼ松岡修造さんで来てます。松岡修造さんですと呼ばせてください。なぜなら帰ってきました。3年ぶりです。楽天ジャパンオープン、楽天さんありがとう。ということで、この選手もこの地に帰ってきてくれました。ゴー、お久しぶりです。プロデュースブラウン、ウソのペアです。ちょっと待って、ちょっと待っていい加減知ってください本当に。錦織圭そっくりさんの島蔵さんです。お帰りなさい。ただいま帰ってきました。島蔵さん、はい、どうですか3年ぶりの。いや、やっぱり、うん、こうやって皆さんの写真撮って、はい、やっぱこの3年ぶりに思い出しました、はい、思い出しました、はい、だって島蔵さんいつも写真撮るときに必ずあのサーブやってください、はい、これやってたんですよ最初。写真撮るとき思い出してなかったですからね。ずっと忘れてましたよ。ずっと忘れてて、なんかこうやってやってる。そうじゃない、そうじゃない、そうじゃない、途中でもう終わりかけ。そうじゃないよ、君はこれこれをやらなきゃいけない。だから僕が松岡さんのモノマネで、けいい加減にしろよっつって、なんでそこで忘れてんのよっていうのを僕が思い出させて、最後一人か二人の時ぐらいにやっとこれやりました。その写真会の模様はこちらです。はい、できる、はい、こんな感じでも、ああやって僕たちはちょっと清水さん、そうそうそう、見て今日ね、はい、ほら分かる、テニスウェアで僕来てますよこれ、はい、もうほぼ何年ぶりくらいやってます、こんな格好、うん、ちょっと戻りましょう、はい、島田さんもそうでしょ、もう最近なかなかこういう風な場がないから、ないんですよ、フル装備で行くことなかったでしょ、だ上だけとか、はい、だからズームだけなんで、はい、上だから下はもうパン一でみたいな、ね、ほら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 、もうね、最悪でしょ。ね、だけど今日はなんか3年ぶりで島田さんにも僕にも自分にも初心を思い起こさせてほしいなと。本当そうですね。僕らね、そう、初めて細かすぎてスタラネモノマネ選手権出たのが2013年、はい、でその時に、ね、出て島蔵さんも、ね、もうそこで、あ、錦織君のそっくりさんいるみたいな、はい、修造さんと錦織さんみたいなセットで僕らこの格好で行ったら、ね、長蛇の列ができて、ね、もうガツガツしてたじゃない、はい、この人はガツガツがなくなった本当に。本当に確かに、なんかちょっと忘れほら、忘れちゃった。すごいでしょ、錦織選手のそっくりさんでここまでね、いろんな人に知ってもらったのに忘れるんだよ、はい、この男。3年だから僕は今日は、はい、僕もそうなんですが、この人を思い起こさせる今日は会場行ってみたシリーズになると思いますんで、はい、怒ってる映像が多くなると思いますけども、はい、それは見てる皆さんにも伝わってほしいなと思うんで、とにかく島田さん今日は思い起こしを、はい、思い出を、わかりました、ね、思い起こします、ちゃんと思い起こしてください、はい、いいですね、わ、はい、かりました、わかりました。今日ちなみに今日何のイベントやってました？インデリー。あ、思い出してる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 、よかった、行きましょう、行きましょう、はい、ウィダーって言いそうなって危ない、危ないよ、危ない。それでは皆さん大変お待たせいたしました。本日のスペシャルゲスト、プロ車椅子テニスプレーヤー国枝慎吾選手です。どうぞ大きな拍手でお迎えください。国枝選手、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そしてもう一人お呼びいたしましょう。スペシャルゲスト、錦織圭選手です。おお、こんにちは、こちら向けよろしくお願いします。お願いします。今はアメリカのね、錦織ですか？はい、自宅にいます。アメリカのフロリダにいます。いや、フロリダね、あの大型ハリケーンが直撃して大変だっていうことでね、ちょっと被害もありましたが、錦織選手のところ大丈夫というふうにツイッターでも書かれました。まだ復帰してないの、復帰してるやつは来てないですから。はい、僕のお家は、まあ、多少ダメージはありましたけど、まあ、幸いにも少しそれで、くれたので、うちの家は、まあ、パワーが
電源がこう5日間ぐらい入らない日は続きましたけど、まあそれでもあの周りは大丈夫でしたね。よかったですね。西堀くん、クギヤです。こんにちは。被害はあんまりなくてよかったそうですけど、その間しばらく大好きなスプラトゥーンも見なかったんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか？そうですね、ちょっとまだあの一発目の質問としてちょっと早いかなと。今日はですね、あのゲームの話でね、押していきたいかなと思いますけど、よろしいですか？そうですね、ゲーム中もやっぱりインデリを飲みながらプレイをしてるので、それで集中力を上げてやってます。ということでね、ちょっと楽しくなりそうな雰囲気も出ていますが、今日はこんな感じで進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。もうね、早速あの2人の仲の良さが伝わってきたんですけども、プライベートではゲームをされたり、ご連絡を取ったりという感じなんですか、いつも？そうですね、あの割と一緒にそのゲーム内で戦ったりとかもして、いつもボコボコにされてますね。あ、そうなんですね。西堀選手、ボコボコにしてるんですか？いや、そんなことないですよ。楽しく一緒にやらせてもらってるって感じですね。普段お二人何と呼び合ってるんですか、国枝選手？いや、もう僕はもう西堀くんで、はい、言ってますけど。西堀選手は？あ、僕はちょっとまだ定まってなくて、ね、定まってない。慎吾さん、はい、国枝さん、あとまあ国さんっていうのもちょっと最近好きで、はい、ちょっとまだ決めきれてないっていうところが現状ですね。なんと呼ばれたいとかありますか？いや、もうあの呼び捨てで慎吾がいいです。おお、そういうことですか。今日はじゃあそんな感じでいってみましょうか。はい、いや、でもちょっとさすがに慎吾がちょっと言えないです。ということでね、あの西堀選手、とても穏やかな笑顔でこちらに、ね、お話しくださっていますが、ちょっとあの今年の1月に手術をされたということなんですけども、コンディションはいかがですか？そうですね、ちょっともどかしい日が続いてますね。治りそうだったり、ちょっとまた痛みが出てきてしまったりっていうのがずっと続いてて、ちょっと他の箇所も出てきたりしてるので、なかなかこの1個の怪我を、大きな怪我をするとそ他をかばって、他のところを怪我してっていうのもちょっとありまして、なかなか本当にこの楽天オープンは出たい思いはたくさんあったし、夏ぐらいには出れるだろうと思いながらあのリハビリはやってたんですけど、ちょっとまあギリギリになってまた、痛みと違うところの痛みが出てきてしまって、残念ながらちょっと日本では今回はあのプレーできなかったですね。というお話ですが、国枝選手もね、あの怪我をされてということで、はい、長くね試合に出られなかった期間もあったかと思いますが、どうですか、それを乗り越えての今があるかと思うんですけど。そうですね、本当にあの西堀君おっしゃるように、やっぱりどこかかばうとまたどこが痛くなるっていうのは結構よくあることで、やっぱりしっかり治しきって、あの万全の状態で復帰するってことが一番大事かなっていうふうに思いますね。そしてあのここでね、お二人にせっかくのでお聞きしたいのが、森永製菓イントレーニングラボ、お二人ともね、あの通われたりとかしてるっていう話聞いたんですけれども、まあ、トレーニングだったり食事栄養を学んでいらっしゃるということで、まあ、怪我の時だったりコンディション整えたいという時、何を取ったらいいとか何に気をつけているなんてことがあったら、まずは国枝選手から教えていただけますか？そうですね、まあ、やっぱり基本的には1日の食事をしっかりあの取ること、まあ、それでこう補えないものを、まあ、こういったインゼリーだとか使って、補っていくってことがすごく大事で、まあ、よく、すごく意識しているところとしては、まあ、運動後すぐにこう補給するっていうことがすごく大事で、はいはい、僕もよく、トレーナーの方に結構試合終わった後とか、まあ、シャワー浴びてあのロッカーで着替えてから栄養補給しようかなと思うんですけど、はい、もうその前にとにかく早くしろっていうことをよく言われますね、はい、そんなにもうすぐに取った方がいい、まあ、それがやっぱり翌日のこう疲れにこう響かないようにする、まあ、すごく大事なことかなと思いますね。そして西堀選手はいかがでしょう？ああ、僕もそのすぐ取るっていうことは結構意識してて、運動後やっぱり体がダメージが受けてる中で、あのウィラの製品でリカバリードリンクだったり、まあ、プロテインだったり、まあ、試合中はゼリーなんかも飲んだりしますけど、その痛め、体が傷ついている中でこう早く食事を取ってあげることで、
まあ、リカバリーの速度が早まる、まあ、本当はそのちゃんとした食事が取れればベストだと思いますけど、なかなか練習後試合後とかそうはいかないので、それを取ったり、まあ、バランスよくしっかり基本的にはしっかり食べることっていうのは意識してます。あとはやっぱり運動中の呼吸もすごく大事で、今年のウィンブルドン3時間半ぐらい の, あの熱戦だったんですけど、インゼリー 最終的に数えたら7個食べてました。7個も、はい、それぐらいこう僕の中で新記録でしたね。あ、新記録、はい、やっぱり長いとそれだけお腹も空きますし、ちゃんと補給して、やっぱり補給しながらじゃないとやっぱり集中力も保てないと思うので、すごく大事ですね。まあ、皆さんもねテニスやられてる方も多いと思いますので、ぜひね参考にしていただきたいなと思います。さあ、そしてあのちょっとね先ほども話ありましたが、錦織選手に聞きたいのが復帰戦というところなんですけど、国枝選手気になりますよね。そうですね、みんなが待ち望んでると思いますけどね。そうですね、いや僕も早く出たい気持ちあるんですけど、ちょっとまだ先が見えなくて、あと1ヶ月後とかにアメリカと、まあ、カナダのチャレンジャーに予定はしてるんですけど、ちょっとどうなるかが今どう自分の中でも分からなくて、もしかしたら今年出れなくなる、試合に全く出れない可能性もあったりして、ちょっとこう模索中ではあるので、ちょっとまだ決定はしてないところで、まあ、とにかく焦らず、みんないつまでも待ってるので大丈夫です。そうですね、なんかなるべく焦らないように、気持ちがちょっとこう結構先行して、それでメンタルが疲れちゃってっていうことがちょっとこうアップダウンはすごく最近多いので、まあ、なるべくリラックスしながらやるようにしてます。リラックスするときにはぜひお声掛けください。スプラトゥーンが待っているということですね。スプラトゥーンのあのイベントじゃない、違います違います、全然違います。あの明日からね試合ですからね、あの国枝選手というところで、あの国枝選手明日から試合ということで、ぜひね意気込み聞かせていただきたいんですけど。そうですね、ちょっとスプラトゥーンは3日ほどあのログオフになりますけど、まあ、あのこの日本の舞台でこうしてプレーできるのも本当に3年ぶりなことですし、昨年東京のパラリンピックで、ね、金メダル取った時も、まあ、ものすごく嬉しかったですけど、やっぱり無観客ってところはどうしてもあったので、まあ、今年こうして楽天オープンでプレーできるのをすごく楽しみにしてました。ぜひあの皆さん見に来てください。有観客ですからね、たくさんの声援欲しいですよね。はい、ありがとうございます。さあね、時間短いんですけども、もう最後というところで、ぜひねお二人にそれぞれエールを送っていただきたいなと思うんですけど、ちょうど10秒チャージというところにちなんで、エールというチャージをですね、ぜひ10秒ずつぐらいでお一人ずつお願いしたいと思います。まずは国枝選手からよろしいですか。錦織選手にエールお願いします。そうですね、あのテニスもスプラトゥーンも頑張れ。それでは錦織選手もお願いします。いや正直僕が見たいぐらいですね、試合は。やっぱり今年の女性までに10秒確実に超えますけど、やっぱ今年の国枝選手の戦いぶりが本当に凄まじいので、ちょっと待ってください。どうしました、どうしました、10秒は確実、あ、イヤホンが落ちちゃったんですね。だから、まあ、あの前回の US オープンも決勝まで行って、今年本当に最強の国枝選手の戦いを、まあ、皆さんぜひ間近で見れるのを楽しんでください。ありがとうございました。国枝選手、このまま国枝選手にエールじゃなかったな今。確かに、ちょっとじゃあもう一回10秒いきますか、10秒チャレンジ。あ、もういいです、もう大丈夫。本当ですか、はい、欲しくないですか国枝選手。大丈夫です、大丈夫、待ってました。大丈夫、はい、ということでこのままね国枝選手にもう少しお残りいただきますが、錦織選手はここでお別れとなります。ぜひあの会場にたくさんのファンの方来ていただいているので、皆さんに一言お願いできますか。そうですね、ちょっと日本でぜひプレーしたいんですけど、まあ、来年の楽天オープンには必ず戻ってきますし、まあ、もしかしたら12月日本でプレーできる可能性もあるので、まあ、皆さんぜひ楽しみに、まあ、でも楽天オープン、まあ、西岡選手もあるだろうし、国枝選手も頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん大きな拍手でお送りください。バイバイ、西森選手、ありがとう、ありがとうございました。
ありがとうございました。 K ね、はい、今日は本当に、ね、インゼリーさんの10秒チャージ、まさにトークショーでは10秒チャージをまさにお互いがお互いにしてました、うん、あの僕らウルトラスポーツというねこのメディアに対して10秒チャージやってもらってもいいですか、ま、マスクちょっと外してもらってもいいので、ではいきます、3、2、1、ゴー。ウルトラスポーツさん、テニスもスプラトゥーンも頑張ってください。素晴らしい、7秒出てきた。いや、一言いいですか、はい、K、はい、復帰おめでとう。冗談で来なよみたいに言われた、はいはいはい、本当に行っちゃって、ああいうはい、びっくりして本当に来たんだってなって、これでもうあの人と一緒で、あの 100m 走のケブリッチ君、いや山形さん、はい、練習のちょうど練習してる時に、山形さんのだトレーナーとあの同じ宿舎の話だ。おはようございます。お疲れ様です。絡むなよ俺。おかしいでしょ。さんの。おだす。売れてるよね最近。そんなことないです。そんなことないです。ケチャブさんそんなことないです。そんなことないです。ケチャブさんそんなことないです。ちょっとなんかあのまでフットサルの実況なんかやってる。よく知って、いやいや全然です。全然です。めっちゃ見てくれてる。全然。儲かってる割に SNS のフォロワーが少ないよな。ハハハハ。とか3000人ぐらいしかおらへん。早く早く持ってよ。めっちゃ見てくれてる。早くもうありがとうございます。ジャップさん、あ、こっちやっていいですか、こっちやっていいですか、ありがとうございます。おれよお前。島田さん、やっぱりここのほらあの中にできたから、はい、いろんなブースがこうやってほら横並びでいろいろ水野さんがあって、海地くんも、海地くんね、そうそう、内田海地くんも、そう、内田海地選手、そう、IMG、そう、僕だからサーブ、受けさせてもらった。ちょっと待って、内田選手のサーブ、サーブを受けさせてもらった、受けさせてもらった。バカ野郎。面白すぎるじゃないか、バカ野郎。IMG で。なんて言ってました、内田選手。あ、いや、構えそっくりっすね。構えそっくり。ちょっと見てください、ヨネクさん今。すごいっすよ、もう。ほら、もうこうやって、目の前でね、ガッと張ってくれてんのよ。うわ、嬉しい。ね。嬉しいです。いや、違う、嬉しいですって、あなちゃん別に張ってもらってないし、あのウィルソンさんだし、そうかそうか、あのまあ見たものすべてを嬉しいとかさ、なんか声出すのやめてもらっていいですか。あ、よく島田さん、僕らこういうので撮ってましたね。懐かしいですね、こうやって撮って。家にある、家にあるんですよ、このでかいの。家にある。家にあるんです。もらってね。そしてまあフィラさんのブースがこうやってあって、でさらに中にもこうやって。ね、綺麗な、ね、こうやって来るとやっぱそのテニス会場だなって感じがするよね、はい、ね、バボラのこうやってブースがすごいでしょ、あの要はこの会場の中にこうやってシューズ売ってる場所があったりとか、ね、だから買い物もいろんな、そうそう、はい、いろんなブランドの買い物が楽しめると、はい、久々でしょ、この静かな、ね、久々っすよ ね。ちなみにサーフィスなんですけど、はい、これは全米オープンと同じサーフィスにしてるという素材とかも、そうね、錦織選手が、あと大坂なおみ選手がやっぱ一番活躍できるサーフィスにしております。そう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 、うん、知ってるね、やっぱり、うわー、学祭ね、いや、島田さん今ね、はい、まあ、そのちょっとプレーが1個止まって、はい、でまあね、あの入り口のところで止めて人を、はい、でそれが終わってから入っていくっていう光景があって、はい、マナーがものすごい、実はテニスって厳しいじゃないですか、厳しいです、見るのね、見るので、はい、島田さんウィンブルドン実際に見に行ってます、はい、5年連続行ってました、はい、
あの出場してるみたいな言い方するんじゃないよ。え5年連続出場みたいな言い方してるけど、でも向こうの方がもっと厳しいんじゃない？厳しいです、めちゃくちゃ厳しいです。何が厳しかったの？あ、もう本当にあの警備の人とかもやっぱグラサンしてます。もうだからもう威嚇というか、まあでまあ、もちろんでかい人もいますし、中 入れるんですよ、中入ろうと思えば。あ、もうウィンブルドンのセンターコートとか、だからたまにだからそういうならず者が入ったりするんで、もう厳しくしてめっちゃ厳しいです、はい、よく入れたね。だから本当だから錦織だと思ったかもしれません。いや思うかお忍びで思うかお忍びでじゃないと出てるからなんか行くわけないし錦織君。いやこれがでもウィンブルドンの公式の、うん、あのツイッターで、そうだよね、出たんですよ。出たよね、フェデラーの次に出たんですよ。そうっすよ、すごくね、本物じゃないよ、本物じゃないっす、西森くんが出てる、はい、本物のフェデラーの後に島蔵さんが出たんですよ。キリオス、ジョコビッチ、フェデラー、島蔵さんどんな並びだよびっくりしました。あれ最高だったね。最高でした。 NHK にも2回映ってるし、ね、はい、国際映像にねそれぐらい、まあ、テニスのちょっとマナーが厳しいというところで、ね、見に来る方はね、ちょっとそのマナーをちょっと、ね、ネットで調べてから見に来た方が多分より楽しめると思います。おお、いいですね。やっぱ会場いいよ、この雰囲気ね、この雰囲気。ありがとうございます。ああこっち来た、こっち来た。ああ見てください、見てください、ほら来ました、佐々木さん、佐々木さん、これよく島蔵さんがネタでやるいや恥ずかしいネタでやるやつ、ネタでやるやつ、こうやってカメラに書くやつ、はい、カメラいいですね、いいですね。試合中にね、選手の思いの声が聞こえたかどうか今聞いてるんですけど、久々どうだったこの、いややっぱ生の迫力、うんうん、これはやっぱりね、ちょっと見に来ないとやっぱ分からないですよね。そうよそうよそうよ、いやこれも思い出しました、3年ぶりに目覚ましました、もう目覚ました、目覚ましました。もうね、はっきり言ってまず3キロから5キロを痩せなさい、はい、本当に まさしくジャスト、はい、5キロ正解、やっぱそうでしょ、正解、絶対そうだと思ったもん、はい、でも僕もやっぱりね、こうやって写真の撮られる数、はい、やっぱこの格好で来てよかったと思ったもん。そういうこと、初心忘れるべからず、そういうことね、はい、だからあれよ、清水さん、今度また今夜が生意気にもなんか長ズボン履き始めたら、はい、あの時の今夜さんはどこ行ったんですかって言ってください初心を、そうそうそう、はい、で島蔵さんにもあの時の島蔵さんはどこ行ったんですかって言ってね、見ました、僕たちこのエンディングを撮るために写真を断ったんですよ、はい、それスターがやることですよ写真断るなんて、確かに僕らみたいな過当な人間は本当にねえ、いやでも島蔵さん、はいはい、ラストにね、やっぱり錦織選手の復帰を待ってる方もいっぱいいると思いますので、はい、ちょっとラストラスト、あ、いつものやつやってもらっていいですか、よろしいですか、はい、はい、失礼します。K、 君は最後やっぱり誰に勝ちたい、どこでやって怒られてしまう本当にいやいやいや、ということで皆さんぜひね、あの会場まだ決勝までありますんで、はい、あの楽天ジャパンオープンぜひ来ていただけたらと思います。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、締めて完璧です、ありました、これまた消すんですよ、消すんです、はい、消すんです、消すんです、消すんです、取ったけどね、これこれもう明日も使うんで、はい、明日も使うんで、これちゃんとやめなさい、本当にやめなさい、本当にあ、でも、綺麗になった、綺麗になった、綺麗になった、で、ちょっと手見して、あ、汚れてる汚れてる汚れてる、はい、ということで、ありがとうございました、ありがとうございました。